こんにちは。ニュアンスハンドメイド作家のルピナスです。今回はセリアのネイルジェル2色を使ってニュアンスアートを作っていきます。それではどうぞ。今回使うのはセリアのモールドのオーバル型です。レジン液はダイソーのを使っています。セリアのジェル2色を使って作っていきます。お好みのカラーでも大丈夫です。モールドから作っていきます。今回は真ん中の大きさで作っていきます。レジンの気泡を取り除いていきます。モールドから優しく取り出します。モールドが動かないように粘着のある土台に固定をしています。右側にホワイトジェルを塗っていきます。100均のジェルはサラサラとした質感なのですぐに硬化はせず少し馴染むのを待ちます。色ムラがなくなるのでとってもおすすめです。そのまま硬化はせずにブルーのジェルを左側に塗っていきます。それぞれ違う色でベースを塗るのでお好みのニュアンスになると嬉しいです。モールドを硬化している間にレジンをパレットに出しておきます。二度塗りが終わりました。斜めに塗っていきます。レジンを少し足します。色の境目をぼかすように塗っていきます。はい、硬化が終わりました。次にベースのホワイトをもう一度上から重ねて奥行きを出していきます。2箇所にちょんちょんちょんとジェルを置いておきます。爪楊枝レジンをつけて先ほど置いたジェルをぼかしていきます。マーブル模様を少し残しながら移動させていくように広げていきます。この時にあまり混ぜすぎないように注意をしてください。続いて左側も同じように塗っていきます。今度はホワイトのジェルをのせていきます。
模様が完成したのでレジンでコーティングをしていきます。こちらもとてもサラサラなのでのせる量に注意をしてください。気泡を取り除いて端まで広げていきます。はい、2つ目もコーティングが終わっています。ピンクと黄緑バージョンも今回作ってみました。ベースの色を変えるだけでニュアンスに変化が出てくるので楽しく作ることができました。